どん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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、パチパチパニックでグレンゲ演奏してみたい。よいしょ。音楽に詳しい僕の友達を今回連れてきました、高田さんです。よろしくお願いします。よろしく。97点。今のは何の点数ですか？僕がその歌を歌った時に出せる点数です。はあ、音楽家ですね、やっぱり。はい、そうなんですよ。グレンゲという曲、はい、今回このパチパチパニックというのは、まあ、駄菓子なんですけど、こういった、まあ、これを口に入れると、ほう、まあ、パチパチと弾いて音を出すという、まあ、お菓子なんですけど、はいはいはい、これで演奏しようと思うんですけど、できそうですかね？まあ、それ音を出す方の技術にもよりますけ ど、 なるほど、かなりね、難しいと思います。あ、難しいですか、やっぱり、はい、まあでも、うん、僕のやっぱりその絶対的音楽センスと、うんうんうん、君の後は努力次第っていうところですかね。わかりました。では早速ですが、グレンゲを演奏するためにまずあの音練習というか歌練習というか、そうですね、はい、やっていきますので、ぜひ一緒によろしくお願いします。はい、はい、それでは高田さんと一緒に始めていきたいと思います。はい、頑張るぞ。元気です。はい、ということでまずはですね、グレンゲを演奏するためにドレミファソラシドの音階をこちらパチパチパニックで作っていきたいと思いますので、高田さん、音階の方ですね、僕がちょっとこれを口に入れて、はい、どんな音が出てるかちょっと自分だとちょっとわからないのでね、聞いていただいて合わせてもらえたらと思います。わかりました。じゃあまずどの音域から作っていきますので、おっ、これを、うん、あ、全部入れちゃって、はい、はんはんはん、あ、もうちょっと音しますね、はい、あ、すごい。で、これで、これをまず5音を鳴らす。 5? もっと低いな。あ、いいよいいよ、近づいてきて、もっと低く、あ、いいね、もっと低く、オーケー。どう、いいよ。うん、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 でね、合ってないの分かるでしょ、自分で。はい、いやー、オッケー、オッケー、あ、あ、オッケー、出たね、最初。うん、出ました。あ、いいよ、オッケー。あれかな、ちょっと無理かもね、このままじゃ。なんだろうね、どうしたら高くなるんだろう。水に、口に水含んで、うん、そこにバーって入れたら多分大量の水と、うん、あー、なるほど、パララ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 ラ、あー、それでいこう。オッケー、ほいじゃ、入れよう。高田さん、今の、え、高田さん、さん、さん、ドレミファソラシ、高田さん、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 天才だな、今、行くぞ、うん、行こう、行きます。おら、今回この企画命かけてやらさせてください。見届けよう。分量は3つ、いや4つだ。ありがとうございます。成功させてくれたまえ。もし万が一のことがあった場合、この動画はあなたにお預けします。どうか世の中に出してください。当たり前だ。踏ん張れ踏ん張れ、まだだまだだぞ、いけいけ、踏ん張れよ、この音だ、踏ん張れ、自分を追い込め、自分を追い込んで、今までの自分とおさらばだ、今こそ本当の自分を出す時なんだ、分かったか。死にそうになった時、お前の全てぶつけろ。あっ、オッケー。それではお聞きください、鬼滅の刃オープニング、リサでグレンゲ。